はい、ありがとう整体の、平野です。今回ですね、私のブログにですね、コメントをいただきました。読み上げてみると、3回施術を受けた後、実はとても変化したことがあります。恥ずかしくて、お伝えできなかったのですが、長年不感症と性交痛で悩んでいましたが、それがすごく変わりました。ありがとうございました、ということなんですけども、まあ、以前もですね、まあ、メールで、その方はまあ匿名というかね、名前をくれたんですけども、まあ、そういった性交痛、不感症という問題がね、すごく変わって、まあ、夫婦仲が、本当に順調になりましたということをお聞きして、で、結局そういうことでね、悩んでいる方は非常に多いと思いますよっていう話を、していただきました。まあ、今回ね、匿名でね、コメントをいただいたんですけども、まあ、その中の考え方としてですね、一つはですね、普通の、まあ、生態的な考え方で言えば、まあ、骨盤がねじれることによってね、中の、まあ、子宮だとかね、この膣のところがこうねじれて、まあ、不具合を起こしているっていうのもあると思います。で、もう一つ、私が本当にね、皆様にこうお伝えしたいっていうのが一番の問題で、まあ、靭帯の緩みという問題ですね。関節にはこう靭帯がついていて、まあ、あまり動きすぎないようになっているということなんですけども、例えば、まあ、出産の影響、麻酔の影響、尻もちの影響等によって、まあ、特にこの、骨盤の中の、ね、仙腸関節というところのこのところだとか、この恥骨ですね、恥骨にも、まあ、靭帯があって、これ恥骨結合の軟骨もあるんだけども、こういったところの靭帯が、まあ、緩んでしまったままで、残ってしまうという問題が、あります。でそうするとですね、まあ、動きすぎてしまうために、それを、まあ、緊張させて、筋肉を硬くさせて、まあ、守るという現象が、起きてしまいます。でそれは、例えば片方だけ、ね、こう緩んでいる場合だと、そういうねじれも出てきて、ねじれプラスその緊張が、相まって、この辺りのですね、子宮の辺りの、すごい緊張を生んで、まあ、それが、その痛みであったり、感じなくなってしまったりだとか、まあ、そういった、霜の問題が、発生する、これ今本当に非常に多いと思うんですね。まあ、自分もちょっと同じケースではないかなと思いますけれども、まあ、女性の方でも本当に今自分の方が非常に多くて、まあ、その自の話についてはですね、実はって話で、こそこそって話してくれる方が、結構おられるんですけども、まあ、今回のね、その性交痛不感症という問題はですね、なかなかやっぱりね、こう、口に出すのは恥ずかしい、ケースだと思います。でも、悩んでいる方は、まあ、非常に、多いとしたらですね、私のこの、まあ、骨盤、の、靭帯の緩みだとかを、調整して、そして緊張のない、この、腰回り、下半身というものを作っていけば、そういったこともね、変わるのではないかっていうふうに思っています。まあ、今回ちょっと、まあ嬉しいね、ご報告を受けたので、このビデオに撮らさせていただきました。ありがとうございます。